皆さんこんにちは。今日は名古屋帯の結び方をご紹介したいと思います。まずはじめに必要なものですね。名古屋帯、今日は 3.6 メートルの帯を用意いたしました。あと枕に帯揚げですね。で、帯揚げは枕にかけてゴムで留めとくと便利です。で、留めるときにできれば帯揚げの真ん中と帯枕の山中心を揃えてゴムで留めると仕上がりがとても綺麗なので、綺麗にできないわという方はちょっと帯枕にかける帯揚げのかける位置をちょっと考えて中心を揃えるととても綺麗にできるようになると思うのでお試しください。あと仮紐ですね。仮紐2本、腰紐でもいいんですけども、両手広げたぐらいの長さの紐が長すぎなくて扱いやすいです。これを2本使います。あと帯締め1本使います。あとクリップ台1つと小2個ですね、使いたいと思います。あとハンドタオルを巻いたようなこれぐらいの大きさのものが帯座になります。これを使いたいと思います。じゃ早速結んでいきますね。帯板、伊達締めを割と下の方に結びまして、そこに合わせるようにして帯板をつけます。ここが帯の仕上がりになります。まず名古屋帯の毛先を持ってください。手先の向きは右の方に向けて持ちますね。で、輪が下になります、はい、これを背中に巻いていきます。右ハンドバッグ持つようにして巻くとスルスルとやりやすいですね。で、前でクリップで留めます、はい、だから重ねるようにしてあげて巻いていきます。で、ここで一回キュッと締めます。締めたらクリップを留め直します。失礼しました。で、もう一回巻きます。で、右ハンドバッグもらうようにして受けます、はい、それでここがお太鼓になるので、ここはあんまりシワをつけたくないので、この辺を持ってもう一回締めましょう。キュッと締めます、はい、そしたらこの大きなクリップをこっちにお引っ越しします。お引っ越ししたら今度最初に巻いた手先を抜きます。どこまで抜くかと言いますと、背中スライドさせて右半身ここまで抜きます。輪が左に来てますね。で、こうしたら手のひら、手の甲を当てて手のひらの方に折り返しますね。で、ここで気をつけたいのが、この折り曲がってる部分があまり外に来ない、まっすぐ下がってるような感じで折り返します、はい、で、手先が真ん中まで来れば十分です。こっちの方まで来ると後で始末が悪いので、中心まで来る、これちょっと短いですね。中心まで来ればベストです。はい、そうしましたらこれクリップで留めときますね。で、後ろもクリップで留めます。どこ留めるかというと、こちら帯2枚、中心よりちょっと左側で留めます、はい、ここを留めるともう帯が解けないので、このクリップ外して背中の方にまっすぐまっすぐですね、下ろしてあげます。この状態で1本目の仮紐をここで使います。ちょこんと上げてあげて仮紐で留めます。で、前でキュッと、仮紐を緩いとまた外れてしまうので割ときちっと結びます。で、後ろこんな感じですね。まっすぐ下がっているかちょっと自分で検査してあげて、次枕なんですけども、通常はこう仕上がるんですけども、これもちょっと逆さにしてあげます。上の部分が下になって平らの部分が外側になる。これを帯の後ろ側に当ててあげて、1、2、3で背中に上げます。1回目
1は帯枕と帯に親指をかけてこう返します。はい、こう返したら帯枕だけをしっかり両脇から掴んで背中に乗せてあげます。ゆっくり乗せた方が綺麗にできるので、よいしょ、こんな感じですね。乗せてあげました。はい、そうしましたら次ガーゼから帯揚げをちゃんと外します。ガーゼから帯揚げをちゃんと外します。あのガーゼにかかっていると後から取るのが大変なので、この時点で外してあげます。ただ一回脇で締めて結びます。で少し余裕がある感じで、動く感じで結んだものを中にぎゅっと入れてあげます。そうすると苦しくないですし、背中にぴったりとつくんですね。でここにあの帯揚げのスポットもできるのでいいと思います。さあこんな感じに出来上がりましたね。はい、ただ帯揚げが邪魔なので結んでここにちょっと片付けといてあげます。でここまで来ましたら1本目、あの枕を背負ったら1本目の仮紐は取って大丈夫です。はい、こんな感じ。さあ次に、あの慣れてる方は一手も多いので必要がないと思うんですけども、慣れてない方はこのやり方を試してほしいと思います。まず垂れ先をもうここで決めちゃいます。指先1本ぐらいで垂れ先をここに決めますね。で結ぶのは前で帯の下でキュッと結びます。で結んでからちょっと長さ確認しますね。ちょっと長すぎるかなっていう感じで両方見てちょうどよくします。でこんな感じ、ここにあの輪ができるんですけど、ここにあの仮紐を入れます。ここにこう入れてあげます。はい、そしたらこの仮紐は触らないでちょっと後ろ撫で上げるような感じにして上げてあげます。はい、で最初の仮紐と同じ位置まで上がったらば前で結びたいと思います。はい、こんな感じ。はい、ただこんな感じでできてますね。はい、はい、少し調整します。よいしょ、ちょっと長いと思うのでちょっと引きますね。でこんな感じで、ここまで行きましたら次手先を帯の中に入れていきます。どうやって入れるかと言いますと、今の仮紐ここ通ってるんです。仮紐から手を入れて中を手を入れて渡してあげて、ここにあの電車のレールがあって電車が走るような感じでスーッとスライドさせてあげます。はい、そしたらこの右手離さないようにしてここでスタンバイしておいてあげて、帯締めですね、帯締めを渡してあげます。で真ん中でもらったら左右に振り分けてこんな感じで、ここで注意するのがあのここの手先の手の真ん中を通るようにしてあげたいと思います。で真ん中通るようにしてあげたいと思います。では中で前で長さを揃えて左側を上にして一結びします。でこれだと緩いのでもう一回前に引いてこうギューッと締めます。では右側の紐を帯締めを上に上げて左側の帯締めを上からこのような感じで通してあげて、一番遠くで房が上になるようにして差し込みますね。はい、でこんな感じで、ここまで来ましたら仮紐は全て取って大丈夫です。こんな感じで、ちょっと形この辺を整えてあげて、はい、仕上がりが綺麗かなと思うんですけども、あと帯揚げですね。はい、帯揚げのやり方やりますね。帯揚げはこの状態ですと外側が
表になります、はい、で裏が見えますね。でここだけ畳みます。でどういうふうに畳むかというと、あの最終的に指3本分ぐらい の幅にしたいと思うんですね。で帯揚げはいろんな幅があるので指3本分を目安になるように折っていきます。この帯揚げでしたらこんな感じで、これを半分にします。で指3本分ぐらいになったら真ん中を通してあげて後ろまできれいにしてあげます、はい、こんな感じ。そうしましたらもうクリップ使っていいのでここで留めといてあげましょう。で今度右側ですね。こちらも同じ、外側がこんな感じで開いてあげて裏が見えます。でここで重ねてあげて、でこれを半分にしてあげて、やはり指3本目安ですね。で上をこう指を通すときれいに後ろまで揃うのでこれを結んでいきます。でこちらも左を上にして一結びしましょう。こんな感じで立てます。で結び目をちょっと逃がすと上が綺麗になるのでちょっと下に引いてあげて、あともう一回結びますね。こんな感じで、ここはギュッとしないでふんわりとしてあげて上が綺麗になる感じで結びます。で余ったものは帯板の手前に入れましょう。帯板の手前に入れましょう。そしたら真ん中を沈めてあげて、で親指を、帯板の手前にスライドさせてあげます。こんな感じ。であとは仕上がり、あとはここ見せるのはその好みですね。大体今あんまり見せないんですけども、あの可愛い帯揚げだったらちょっと見せてもいいんじゃないかなと思います。それは好みですね。はい、こんな感じ、仕上がりこんな感じですね。いかがでしょうか。案外すんなりとこう簡単に結べるような気がしたんではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。